うゆつでー。うゆつでー。さて本日は誰でも部屋の下着やっていきます。村来たら震えるよね。賢者。賢者めっちゃ久しぶりやん。負けが確実に多い賢者。活躍することは考えない。村のために動くことを念頭に。動画映えとか狙ってたらうまくいかんもんな。ゲームできる回数が減ってるのでどうしても取れ高気になっちゃう。アーミーが最高、マイクが強心者。確定か。取りましてと髪を吸いに行きたいねー。玉や独裁を守るためだね。誰でもだと賢者いない部屋もあるしな。みんなおのおの頑張っていただこう。今ガジェット系の動画見てるんだけど。左手デバイス欲しい。そんなに凝った編集するわけでもないのに。再生と停止、あとカットと削除して左寄せ。あと無残とかテンプレには登録してるけどそれでも面倒。この人は右利きなのにマウスは左手で使うから。右手デバイスにならね。多分マウスもデバイスも左手で使うと思う。右利きで右手ばかり使いすぎて体が歪むのを防止したいらしい。少しでも疲れたくない。楽して同じコスパ目指したい。そこそこいい年なんでね。黒猫対抗使用ありだとさ。なら妖術使用しますかね。頭のモヤモヤはどうなの？多少マシだけどまだある。でもこのゲームの編集はやりたかったみたいだからやった。やりたかったみたいって誰に聞いたの？ノー。変人だという自覚はあります。変人じゃないと人と違う動画が作れないから。今は変人でいかったと思う。普通になりたいと思ってた時期もあったけどね。普通ねー。ちなみに他動画の編集は脳がまだ拒否ってます。やらなきゃと思うとわーってなる。やらなきゃを変換しようね。なのでやりたいことを今はやっております。てか指定まだ？どこの部屋でも大体指定は150過ぎてから。今多分顔に化粧水ギチャギチャしてるんやろな。乾燥がすごい。そういやニック使うの珍しいね。ニックあんま好きじゃないんだけど。青ニックは使いやすいなって最近知ったので2回目。頭良さそうだし賢者にぴったり。そろそろ指定かな？顔と性格どっちが重要？どっちも。はや。性格は51対49でいいが上回ってるだけでいい。顔は？髪とヒゲ手入れして太ってなかったらいい。悩むが、クリスさん指定。回避なし。面接開始。クリス強人っぽいしこのままでいいけどな。この部屋面接会場だったんか。化粧水塗りすぎじゃね。今から髪乾かすねん。精査しろよ。ドライヤーかけながらでもログは見れる。おお。20年使ってるからそろそろいいドライヤー欲しい。下旬これはフェイ占いだな。10秒前。エマは村っぽいな。まあフェイだな。ちょっとちゃんと投票してよ。剣道。なんか嬉しくない。まあねー。相方当てなよ。
ミカは違う気がする。10秒前。はい、結果なし。ニート爆誕。エマ噛まれちゃったか。猫踏みじゃないの？マイク生きてるし、多分魔女がフェイ打ったんじゃないかな。よろしくお願いします。これはもうあれや、マイクを落とすしかない。いや、ニック頭良さそうなんでしょ。めっちゃ頭悪いやり方じゃん。狂信は脅すのが一番。マイク堅牢がやられて困ってるだろ。やめてやれ。やめなかった人。フェイ猫踏みあるかな？ん？メアリー魔女かな？順所じゃなかなか見ない初日グレイブッパ。独裁でグレイブッパされたらちょっと怒る。死体考察増えちゃうから。あんたが死体考察苦手だからでしょ。そうだよ。面接は苦手だけど、バイト教育する身としてはちゃんと面接してから雇っていただきたい。話が通じればいい、それだけでいいんだけど、そこがなかなかね。ジェシカさん指定。いらんこと言うてたら指定が始まったわ。ほんまにな。志望動機をお聞かせください。そのまま行こうか。すまん。マイク、ペラ釣り、堅牢志望、今日もペラ釣りで大丈夫か？ペラとは狂人のこと。カミングアウト。あっ、ペラより悪いかもしれん。見た見た。あ、妖術も見たくなっちゃった。延長希望、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 延長希望。転がして次行こう。いいの？もう一人火狼つけたらニック出る。一回コロコロ。いいねいいね。カミングアウト。出るの？コロコロしてほしくないな。え、めっちゃつけたやん。出る必要あんの？あんた。的を減らすためにも出るよ。マイクをたくさんいじめたから救いの手を差し伸べよう。カミングアウト。
べえ、どうしよう、これ。ニックくん、つっときなさい。カミングアウト。ちょ、対抗でやんといてもらえます？いいよ、走らするよ。せんでいい、せんでいい。トーマス、なんなんだ？弾よけに来た赤ちゃかね。ちょっとやめてよ、計画が。そりゃ計画通りにさせないでしょうよ、向こうも。柱祭り開催。これ絶対ジェシカ村なんよな。そやねえ。なんとかニック釣りにならん。俺の反応、俺が黒側ってわかるよね？え？トーマス、ほんまなんなん？死にそうだしでよ。お、合ってたな。フルをしないでいきます。ニックシン見てくれたミカ。カミングアウト。おっと、トーマス言ったね。結果なかったし。ってわらなん。しかもメアリー君か。魔女かと思ってたメアリー。アッニートだけど安心した。サンドラウチか。サンドラ狼なんだ。エマが魔女だったからロビ目線グレイに村がいないという状況でした。ごめん、ね、メアリー強人なんだ。エマのグレイぶっぱといい、トーマスの賢者仕様といい、誰でもだなぁと思ったゲームでした。というか、トーマスさんが一択にしてくれて助かった。ロビは賢者仕様に抗えてると思ってたらしい。えらいねえ、私ならわからんわ。トーマスが MVP だって。なんかすごいねえ。という感想です。